何も言わない。切れてたのこれ。なんで？はい、お疲れです。これ声聞こえる？俺の。聞こえる？聞こえるね。聞こえるけど。おお、お疲れ。なんでちょっとこれ読み上げが聞こえんか。あ、こっち、ちょっと待ってよ、待ってよ。ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ。コメント読み上げをオンにしてないんだ。よし。これでいいや。これでいいや。お疲れさん。電波不足、遅延が発生します。ちょっと待って、ちょっと待って。で、なんこれ。夏美さん、お疲れ様です。うん、なっちゃんお疲れさん。珍しいのこんな時間。珍しいやろ。なんて？いや、リュックがどこおろうがいいやろけど、ちょっと待ってよ。これが聞こえんだよね、これが。夏美さん、寝起き？いや、寝起きやない。違う違う違う。マキ8888さん、違う。おう、マキさんいらっしゃい。梅オスロッテンマイユアーさん、お疲れ様です。ジョズクナヨ W。あ、なあ、なあ、ギュッてしろや、こっち来いや。ちょっと待ってよ、これあの角度がいけんな。ナシカの、よいしょ。初めて、iPad で配信しようよね、iPad で。iPad で配信しよう。これ見え。リョプマクトペーターさん、梅ちゃん語はリンさんにお願いしときます。うん。これ見え。夏美さん、休みやったん？違う。リョプマイユアーさん、リョプありがとうございます。ゼロ。違う。休みやない、休みやない。今お風呂上がってから。ちょっとあの配信するちゅう。梅オスロッテンマイユアーさん、何が見えんの？いや、字が見えん。ちょっと待ってよ。字が見えん。ちょっと待ってよ。どうするか、電波系だ、ね、これいっぱいやらせんなきゃいけんのよね。ほんで、梅オスロッテンマイユアーさん、大きくしなよ W。 うん、だから大きくする。今デフォルトやっけ。これぐらいやな。これでよかろう。ダメ、これ俺の声聞こえよ。ダメやな、これ。こっちから聞こえんじゃな。俺の声は聞こえようことある。梅オスロッテンマイユアーさん。ダメやこれ。ダメ。聞こえてるよ。にゃんこ娘さん。にゃん。おう、にゃんちゃんいらっしゃい。にゃん。夏美さん、特大にした？特大にしてない。ちょっと待って。夏美さん、聞こえるよ。噂の勇気アット仮釈放中さん。ダメ。はい、いらっしゃい。ちょっと待ってよ。ここにしよう。これで見えるやろ。よし、オッケー。ゆうくんいらっしゃい。リョプマットペーターさん、オッケーです。うん。メガネ外したら見えんよな、やっぱ。やっぱ見えんな、メガネ外したら。メガネ見とかなきゃ。マキ8888さん、なんか食べよう、ショー。料理キパパアット日本国旗、クズレーシング日本国旗、サンパプリン、リョプマットペーターさん、ちょいとおばあちゃんと一緒にイチゴ食べます。マキ8888さん、アイス？何も食べないよ。ヤンコ娘さん、プリン食べてる？スーパーカップ。夏美さん、スーパーカップ？ピンポーン、さすが夏美、スーパーカップ。美味しいな。これあれやな。接続はうまくいかん。じゃあごめんね。ちょっと、ニューキ君いらっしゃい、ロック君いらっしゃい、マクちゃんいらっしゃい、リョウ君もいらっしゃい。それから、ニャンちゃんいらっしゃい、ナッちゃんいらっしゃい、ウメちゃんいらっしゃい。
ごめんね。ちょっとあの今日これ。天満ユアさん、Bluetooth 使えるの？いや、なんか接続がうまくいかんのよ接続が。まあでも俺の声どう？俺の声ちゃんと聞こえよ。梅オスロッテンマイユアさん聞こえてる。ヨミキパパと日本国旗、クズレイシング日本国旗さん、風呂上がりのスーパーカップ最高な組み合わせ。うん、まあ次は違うやつでつなぎ直してみよう。ペーターさん、やっぱ実家は最高ですね。あー、ほんとや、ちゃんとばあちゃんにウェーイって言うたか。これ接続できんじゃな、うまく。ん？だがなくて今、なっちゃんありがとう、お茶。なっちゃんお茶ありがとう。夏美さん、カタツムリさん、アイス食べたい W。 おお、カタツムリさんいらっしゃい。カタツムリさん、こんばんは。はい、こんばんは、いらっしゃい。じゃあ俺は風呂上がりやから食べていいよ。風呂上がりじゃなかったら食べたらいけんのよアイスをね。夏美さん、出勤ジーンか。カタツムリさん、いつもより髪の毛ボーン。あ、風呂上がりやけね。天満ユアさん、 iPhone Bluetooth 接続できないのあるようだから買い直したもの。あー、そういうことな。だけど何個かあるけしてみろ。うん、風呂上がり、いつもより髪の毛ポーンとか。風呂上がり、出勤遅いんか。うん、遅い遅い。ペーターさん、2月10日に帰ってきます。ああ、分かった分かった。よく2月のかな。まあ、なそれ以降な、よろしくな。カタツムリさん、何そのセンスある旗。隠しそう。え、カタツムリさんディスリオル。おーい、みんな、おーい、ディスラリオぞ。カタツムリさん、褒めてます。おーい、おーい、主がディスラリオぞ。おい、みんな、ディスリオぞ。助けてくれ、助けてくれ。バイキンマン、助けてくれ。梅オスロッテンマイユアさん、リンさん、リョくんお手数おかけします、ゼロ。はい、この枠来たの間違いか、WWW。夏美さん、ザバー。ダメ。こんばんは。はい、ヒルちゃん、こんばんは。おーい。おい、みんな。マットペーターさん、梅ちゃんごめんなさい、遅くなりますけど、リンさん福岡県大牟田市ですよ、わら。違う違う、熊本県大牟田市な。両に来たパッと日本国旗、クズレイシング日本国旗さん、リーナニちゃん、ディスラレルの巻きわらわら。おい、みんな、俺なんかディスラレヨル。いや、今日ね、俺ね、 iPad から初めて今配信したんよ。リョプマットペーターさん、ちゃんと地図を見てください W。 あ、いやいや、iPad から。梅オスロッテンマイユアさん、全然大丈夫だよ、気にしないで。夏美さん、ようけディスラレとけ。ちょっと俺の話聞いて。iPad から初めて今配信したんよ。ほんでね、今Bluetooth のこととかいろいろちょっと。お風呂に入って見てます、熱い WW。 ちょっと待って、ひろちゃん、ちょっと待って。お風呂に入るよ、お風呂。え、すっぽんぽん、マジ。はいはいはい、はい、アイスクエ、夏美さん、通知で気づいたよ。はい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 、いや、もういいや。マキ8888さん、マータにやけとる、ショー。梅オスロッテンマイユアさん、映像は iPad の方が良いと思うのは私だけかな。いつものさ、トラックの昼間のあれとどっちがいい？こっちと。アイスが相当時よが。
アイスクエ。夏美さん、頑張りなさい。リョプマットペーターさん、こっち。あ、本当。同じ200万画素ぐらいのカメラなんよね、これ。あの昼間のやつと。おう、しんちゃんいらっしゃい。こっちもいい。ん？ちょっと時間もらっていいですか？あ、いいよ。え、もしかして、もしかしてバックする？しんちゃん。ありがとう。これ、あれじゃね、アイテムなんだけど、言わんじゃね。アイテム。ありがとう、しんちゃん。よくマットペーターさん、読み上げが冷めてるから、ちょいと嫌いです、W。いや、あの、バク、あの、アイテムのことは言わんじゃん、読み上げ。ありがとう、しんちゃん。ウミオスロッテンマイユアさん、iPhone は言わないよ。あ、ほんと？ありがとう、しんちゃん。ご、あ、おかえり。あ、ほんと？ iPhone 言わんのだ。カタツムリさん、おかえり。リョクマットペーターさん、娘と二人暮らしや、今日は。夏美さん、おかえり、イワーちゃん。はあちゃん。ヒロさん、おかえりなさい。はい。リョクマットペーターさん、ちなみに姉ちゃんと見てますからね。両日パパアット日本国旗、クズレーシング日本国旗さん、iPhone 見ないですね。梅オスロッテンマイユアーさん、お父さんは iPad に向かってブツブツ言ってますよ W。 え、カタツムリさん、お姉ちゃん WWW。 ちょっとお姉ちゃん意外。ああ、そうなん。いや、俺娘と二人暮らしじゃない。こんなんチャラ男やけど一応お父さんない。ありがとう、しんちゃん。チャラチャラしちゃうけど、お父さんは iPad に向かってブツ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 。リョプマットペーターさん、熊本県大牟田市って何って言ってますけど。ん？熊本県大牟田市。夏美さん、一応ジージーもやってるもんね。一応ジー、そうそうそう、一応ジージーもやってるもん、ほら、孫ちもおるし。ん？熊本県大牟田市じゃなかったっけ。俺が中学校か小学校の時に習った時は熊本県大牟田市やったよ。日本国旗、クズレーシング日本国旗さん、ちょいたい、リンケイちゃん、チャラ男やないですよ。いや、俺チャラおばい、チャラチャラしちゃう。え、今変わったん？カタツムリさん、わー、すご、見直した WWW。 リョプマットペーターさん、それはないって W。 いやいや、俺がね、小学校の時確かね、熊本県大牟田市やったよ。なんで？間違えてないやん。火の国の女さん、こんばんは。うん、あーちゃん、こんばんは。あーちゃん、いらっしゃい。ほんなんもあれやね。火の国の女さん、お疲れ様。うん、ありがとう。しんちゃん、ありがとう。あーちゃん、お疲れ様。よくマットペーターさん、それでパンツがなんとか、わら。あ、お姉さんか。お姉さん、ちょっとこちゃでお願いします、そういうことは。もうそういうことはここで言わないように。ロボセル WW、 私も上がってアイス食べよう。おう、そうし、アイス食べに上がって。おう、おう、アイス美味しいもんな。アイス食べようぜ、みんな。ロボセル、ロボセル、ちょっと、夏美さん、ちょっと電話落ち。ああ、了解。なんて、ひろちゃんな、裸までのロボセル。いいね。ありがとう、しんちゃん。黙々と投げてくれよな。ありがとう、しんちゃん。ユアさん、食べません、ルフスク、ルフスク。食べません。食べさせてください、僕。リョプマットペーターさん、よどったない臭いパンツとかすべてお話ししました。両日パパアット日本国旗、クズレーシング日本国旗さん、あ、僕もチビ女をお風呂に入れないと。あ、汚い臭いパンツはあれやん。あの、リョックの嫁や、ミーヤンのパンツよ。お姉さんたちは、綺麗なパンツや。あ、僕もチビスケをお風呂に、ああ、そうなんだ。いやいや、しんちゃんありがとう、しんちゃんありがとう。しんちゃんもすごいな。明日からまた頑張るわ。ちょっと待って、明日だいぶ使わないけんよな。ありがとう、しんちゃん。ありがとう、ありがとう。ちょっとまた、これ、こっちも。ヨットペーターさん、LINE でパンツの写真送ればよかったわら。みーやん、始めたやん、みーやん。
梅オスロッテンマイユアーサ、うん、今日も感想やネタブリュー。いやもうちょっと強力パパッと日本国旗クズレーシング日本国旗さん、しんさんのご飲爆笑ショー。すごいやろこれ、しんちゃん、しんちゃんありがとう。ちょうかみーやん、みーやん始まったよ。みーやんが、みーやんの枠がリョプマットペーターさん、みーやんちくしのでゲーム配信ちくしのゲーム配信仲間外れみーやん仲間外れ、みーやんパンツが汚いけど仲間外れち、あーもういらんことばっかり言うよ。カートトラック青いバートさん、ラブラお疲れ様。おう、お母さんお疲れさん。あもなっちゃんおかえり。しんちゃんありがとね、コイン。クズレーシング日本国旗さん、リンケイちゃん風呂に入ってきた。おう、了解了解。りょうくんもほんなゆっくりな。リョプマットペーターさん、リョプは実家で待ったり、夏美さん、まあ、実家で待ったりだよな。皆様お疲れ様。いやお疲れ様。しんちゃん本当ありがとう。本当ね、いや普段この時間に選挙やろ俺が。だけど珍しいけど。皆様1日中お疲れ様です。なあお疲れ様。おしんちゃんありがとうありがとう。うん、りょうくんいってらっしゃい。お疲れ様です。はい、しんちゃんありがとう。りょくマットペーターさん、しくしの帰るの面倒いです。 WW もう別居、もう別居。カートトラック青いバートさん、皆さんお疲れ様です。はい、母ちゃんもお疲れ様。お疲れさん、お疲れさん。しんちゃんありがとう。しんちゃんありがとう。クズレーシング日本国旗さん、あ、これあげます。039、なしか。いらんで。梅オスロッテンマイユアーさん、閲覧見て喋り、うざいよ。わかったわかった。了解了解。梅ちゃんありがとう。じゃあ、りょうくん、りょうくんもいってらっしゃい。いってらっしゃい。じゃあ、しんちゃんありがとう。しんちゃんありがとう。明日、仕事早くないんすか？夏美さん、うん、明日朝から仕事。そう、昔はずーっとこんな感じだったね。そうそうそう、なんかコメントも相手もバン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 こんなやったもんな、ほんと。しんちゃんありがとう。うえ、岩岩吉、ウェーイ岩吉ウェーイ久しぶり。しんちゃんありがとう。そうそう。昔はね、ほんとずっとこんなやったな。だいたい8時か9時ぐらいから配信始めて、ずーっとしよったもんね。寝る間も惜しいんで。だいたいほんでコメントがボン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 流れて、まあこんなやったな。まあ多分この時間帯にするのが珍しいけどね。しんさん、そろそろ他のアイテムにしないと溶かしちゃうよ。おうおう、しんちゃん、しんちゃん。だから筑紫野まで1時間40分、筑紫野から北九州まで1時間30分ぐらいですね。夏美さん、しんちゃん何個投げるの？わらわら。いや、ちょ、しんちゃん、マジマジ俺溶かすかもしれんばい、ほんと。あ、ん？ん？ちょっと待って。明日は朝から仕事なんよ。カートトラック青いバートさん、しんさんやばい。しんちゃんちょっとありがとう、本当ありがたいんやけど、あのね、明日が朝から仕事で、明後日が6日市で、しあさってがしんさん今度広いです。うん、ありがとう。しんちゃん、明後日ね、1日が広島の中継ね。まあ広島で結構使うとは思うけどね、広島で。まあありがとう、本当しんちゃん、すみません、うん、ありがとうございました。あのにゃんちゃんありがとう。ちゅうかい、夏美さん、コインバクお疲れ様です。万歳。ありがとう、ほんとしんちゃん、ありがとうございました。ちゅうかあれやな、すごいな、ほんと100枚。ヤンコ娘さん、数合わせで W。 あー、ありがとう。 100枚投げたろ。100枚はしんちゃんね。今何時だいたい？ 8 やろ、9、10、11、12。いやー、これ絶対感想はできんな。感想は無理無理無理。感想は俺、リョクマットペーターさん、大牟田から北九州まで2時間40分ですね。本当に福岡の最南端から最北端なんで地味に遠いですね。いや、あれやろ、あの熊本梅天満ユアさん、あ、言い忘れましたが、テープやり出すと、うん、キャスあまり顔出しませんからご了承くださいぜ。いや、そうなると思いよった。そうなると思いよった。いや、熊本の入り口からあれやろ、に勝てるかも、W。 いや、勝てるやろな、しんちゃん。熊本の入り口から福岡の出口までやな。そういうことやろ。夏美さん、私もそろそろキャスミンに戻ろうかな。最近キャス離れすぎてる。ショー。まあいや、それしょうがないよ、なっちゃん。なっちゃんも仕事のあれもあるしさ、もういろいろあれ変わってきとうやん。
それもしょ、それはしょうがないよ、なっちゃん。まあだけど、まあなっちゃんとか戻ってきてくれたら嬉しいな。だから服を買って行ってるだろうって指揮が。はい、お姉さん、わかりました。福岡県やったですね。ごめんなさい。福岡県大牟田市やね。福岡県大牟田市、大和田熊本。福岡県か。だから福岡って言ってるだろうやろ。すいません、僕、エセ運転手なもんで、地理あんまりわかんないんでーす。大牟田にすると大変よ。いや、地理あんまりわかんないんです。はい、出た。女の人に弱い W。夏美さん、ボスさん最近来てる？全くこん、ボスちゃん。全くこん。ボスちゃんはね。はい、出た。女の人に弱い。まあ、確かにな。全くこん、ほんと、ボスちゃんは。もう、あれやな、リーちゃん、あー、リーちゃんが始めたな。夏美さん、体悪いって言ってからよね。あ、なんか言いよったやな、ほんと。だけど仕事とかどうしたんかもわからんしさ、ボスちゃん。だいたいあの人はあの俺んとこに長居するタイプやなかったやろ。来てから爆投げしてすぐまたどっか行きよったやん。そうそう、トラックも降りるって言ってた。ああ、そうやったな。だいたい長居するタイプやなかったけどね、あっちは。次ちょっとこっちの Wi-Fi つないでみろ。こっちの Wi-Fi。よくなっとペーターさん。ちなみにテイ君はお風呂に入られてバトンタッチしました。改めて初めまして。お、あ、お姉さん。それでも未だにランキング上位？うん、そうそうそう。じゃあちなみにりょっくん、あ、りょっくんはお風呂に入られてバトンタッチしました。改めて初めまして。初めまして。よろしくお願いします。ちなみにお名前なんて言うんですか。ねえ。まあ、りょくんよりお姉さんの方がいいみたいで。りょくんお姉様はじめまして。そうそう、お姉様はじめまして。じゃあよろしくお願いします。僕は北九州のトラッカーでリンって言います。よろしくお願いします。りょくん風呂入った。よっぽど言いかれたくねえやな、あの子。何があった、あの子は。うんと、もう何があった、何が。これやっぱもうちょっと文字大きくしようかな。これ文字を黒くしたりできんの、 iPhone、 iPad はできんのかね。文字を大きくしよう。ちょっと待ってね。文字サイズをこれよりまだ大きく、最大にした方がいいんかな。19にしてみようか。変わった、これ。何も変わってないような気がするんやけど。変わったかいな。リョプマットペーターさん、私はあやみです。あやみさん、じゃあよろしくお願いします。あやみさん、よかったら。カタツムリさん、やから www。誰がやからやないって言って。やからやないじゃん。仕事しようときはおっちゃんやの。仕事しようときは。あやみさん、あれですか、普通に。枠とかしよん、枠やねん、あのキャストとかしたりしようんですか。したりしようんやったらね、お付き合いお願いします。やかれやねえちゅうね。あ、だけど北九州はこんなんばっかりやな、ほんと。よう考えたらこんなんばっかりが多い、ほんと。え、どうした、みんな会いた。感想がどうのこうのとか言ったくせに会いた、みんな。カタツムリさん、昼もやからすよ、W。 いや、昼もやから。夏美さん、林教へ勧誘しようとしてる、ショー。違う、全日本アナル教、アナル教教祖やけ。あー、またいらんこと言ってしまった。またいらんこと言ってしまった。今度本当、これ本当の僕じゃないんですよ、あやみさん。ハートトラック、青いハートさん、常にやから。違う。カタツムリさん、しかも家で www。 違う。夏美さん、ばあちゃんに聞こえたらいいのに、爆笑。絶対大丈夫。あのね、ここね、結構あれやよ。この部屋があって、廊下があって、ほんでリビングがあるけ。娘さん、聞いてますか。リビングがあるけ、大丈夫、聞こえんと。
結構聞こえんねん、ここ。梅オスロッテンマイヤーさん、本当のリンさんはもっとひどいですから。いやいや、あやみさん、僕そんなんじゃないんです。違うんです、みんなが僕を陥れてるんです。皆さんひどいんですねえ、ゆきち、ねえ、よきち、よきち。何の話ですか？教えてください。あの、全日本アナル教の僕、競争しようんですけど。入ります？夏美さん、ちゃんも。そうなんです。今日は猫かぶってるんです。皮むけ状は、失礼やの、夏美。夏美、俺はブルン、ブルン向けぞ。私はしてないけど、18歳の妹鳴らしてますよ。梅をスロッテ。あ、そうなんですか？ユアママさんいるの？カタツムリさん、変態って話ですよ。役長、ちょっと待って、ちょっと待って、今やめて、やめて、ほんと。やめて、もう変態話やめようや。もう普通にしよう。あの、ほんと、バン食らうよ、みんな。シンさん、僕は北九州の天使です。リンさんとは一線を画しています。そのねえ、バン食らうよ、もうやめよう。貧困。ハートトラック、青いハートさん、わしの横で聞いてるよ。リョプマットペーターさん、リンさんは変態。違います。自分から川の話したんやん、爆笑。梅オスロッテンマイヤーさん、は、普通やんか W。カタツムリさん、WWW。今日はよし、話の内容何でしょうか。何でしょうか。ハートトラック、青いハートさん、リンさんはかなりの変態です。違う。言い訳違うけど、俺。絶対違うけ。あの、人に合わせれるけね、俺。合わせれるけ。だから変態チックなには変態チックに、露出が好きやったら露出に、ね、SM 好きやったら SM で、まあオールマイティかな。じゃあ、あやみさんもよかったら本当、あの、キャスしてみなんですか。ペーターさん、パンツの件を聞きましたけど、夏美さん、そしてかなり変な性癖持ちです。パンツの件を聞きましたけど、リョックンがリョックンがなんか姉ちゃんたちのパンツを晒すとか言うと、パンツ爆笑爆笑パンツ、あのミーヤンのリョックンの嫁がおるでしょ、ミーヤンの汚いくっさりくっさりパンツをなんか晒すとか言うて、ユアさん、ユアママさん元気なん、忙しいと思うけど無理せんようにね。そうやな。お、梅ちゃん話の流れを変えた。梅ちゃん話の流れ変えた。お利口な、ほんと無理せんやな。他人に渡すものではないですよ。あいつそんなこと言ってたんですか。そうですよ。あ、もう、あ、ボッテボテやったがいいですよ。あれほんとふざけちゃうですもんね、りょっくん。他人に渡すものではないですよ。あいつそんなこと言ってたんですか。ひどいでしょ。夏美さん、ああ、喧嘩屋は犯人リンさんよ。違う、俺やない、俺関係ねえし、これ関係。梅オスロッテンマイヤーさん、わ、カタツムリさん、最低。いや、俺やない、俺が悪くない、俺やない。リョッカートトラック、青いハートさん、梅さんありがとう、笑顔、目が閉じている、大好き赤のハートとユアママが言うてます。ふーん。あ、そうだ。母ちゃん明日休みたいね。明日休みか。だけ今日あれなんだ、ゆっくりしとった。そっかそっか、そうやったな。ん？そうやな。ほんで、梅ちゃんも今晩休みたいね。そうやな。じゃあちょっと声に使わせてもらいます。皆さん、しんちゃん。リョプマットペーターさん、大変失礼しました。梅オスロッテンマイヤーさん、私も大好きよ。カタツムリさん、明日まだ火曜日だ、急。うん、大変失礼しました。え、何をですか。よかったら、あゆみさんもしませんか。あ、カタツムリさん、早く休みにならんかな。あやみさんは一番上のお姉さん、一番上の、あのカーットトラック、青いハートさん、火曜日です、ショー、夏美さん、だから勧誘するなちゃ、ショー。違う、一番上のお姉さん、あのトラック乗っとるお姉さん、ダンプ乗っとんでしょ。僕もダンプ乗ってます。僕もスロッテンマイヤーさん、ちょいうんち、顔つき、処理します。おう、了解。
僕もダンプロングの深掘りで石炭とコークス運んでます。石炭とコークスを僕でね、日本コークスやね、日本コークス、昔の三井鉱山コークス、あそこの荷物を配達してます。よくマットペーターさん、パンツの件は彼が嘘ついてたことですね。私は10トンチャリダンプで採石とか運んでます。パンツの件は彼が嘘ついてたことですね。そう、ルックン悪いやつ。私は10トン砂利ダンプで採石とか、あ、そうなんすか。あ、砂利ダンプでね、採石とか。カタツムリさん、にやけるな、www は。いやいや、あのね、長女さんや、一番上のお姉さんや、ルックンとこのなんか一番上のお姉さんが一番怖いっちゅうったんで、2番目のお姉さん、青いハートさん、お姉さん騙されないで、リンさんが全て悪いです。ショー、リョクマットペーターさん、ファー、一番上のお姉さんが一番怖いっちゅうった、リョクン曰く。んで、2番目のお姉さんが優しいと、なんかそんなこと言った。はあげな、カタツムリさん、めちゃちくる www。 もうここはまあ保身に回っちゃうけど、俺自分の保身に回っとけ、これやばいちこれやばいち。夏美さん、悪いやつ、ショー、カーアットトラック、青いハートさん、喧嘩なったらすべてリンさんの責任、ショー、ヒロさん、リンさん逃げましたね、ショー、リョクマットペーターさん、私より確かに2番目の妹の方が優しいのは事実です。え、ちゅうかね、カタツムリさん、悪い顔に見えてきた、 www。 いや、違う、ほら、これわらとかね、 w とか草とかがつかんけ、むちゃくちゃ怖いんよ、俺むちゃくちゃ怖いんよ、なんかむちゃくちゃ責められよみたいで、これやべえちょ思って、まあそんな感じやね。よし、これでこっちもブルースブースを録音、充電して、あら、あ、そうか、こっちは今録音充電しようってやんだ、これを今から充電するやな、これを充電。カタツムリさん、もう配信終わります。いや、わらそうやね、 10時ぐらいまではすると思うけどね。うん、10時ぐらいまではすると思う。リョクマットペーターさん、本当にあいつが嘘ついてたら筑紫の帰るまでに締め落とします。カーアットトラック、青いハートさん、ユアママ風呂やって覗いてこよしょう。カタツムリさん、 www。 カーちゃん、シャメ希望、シャメ希望、コチャでお願い、コチャで、本当にあいつが嘘ついたら筑紫の帰るまでに締め落とします。了解。いや、気をつけちゃってください。カーアットトラック、青いハートさん、お姉さんリンさんが嘘ついてます、ショー。何もついてない、俺の何もついてない、俺悪くない、俺知らん。喉乾いたな、な。カタツムリさん、小学生の子供みたい、 www。 俺知らん、俺何もしてない、俺知らん、これ悪くない。カーアットトラック、青いハートさん、お姉さん騙されないで、しずく、もういらんこと言わんよ。さん、スラッシュ、バックスラッシュ、違う、カタツムリさん、おー、つまみちゃん、嘘つくと喉乾くみたいよ、 www。 ヒロさん、声ちっちゃいですよ。いや、ちっさくない、嘘つくと喉乾くみたいよ。いや、アイス食べたんけね、風呂上がりで。おー、ありがとう、お姫、ひーちゃん、ありがとう。うん、つもみちゃんも久しぶりだね。元気しとったい？ありがとう、ひーちゃん、誕生ケーキ。リョクマットペーターさん、リンさん、本当はどっちなんでしょうか？あ、僕がくださいって言いました。僕がくださいって言いました。はい、僕が悪いです。ごめんなさい。僕が言いました。カタツムリさん、www。ヒロさん、正直僕が言いました、ごめんなさい。リョクマットペーターさん、よどったないパンツを、
いや、言うてない言うてない。いや、汚いパンツはミーヤンのパンツが汚いパンツじ。カートトラック青いハート3旅分無実ですよ。みんなほんとおかしいんやね。いや、みんなおかしいやろ、おかしいやろ、絶対おかしいやろこれ。旅分マットペーターさんそう言ってましたよ。は？汚いパンツち言い出したら、あ、それはミーヤンのパンツ。ミーヤンのパンツは汚い、くっさいパンツ。カタツムリさん、今日一笑った WWW。はい、つぼみ赤のハートさん、つぼみは今コーラ飲んでるよ。あ、そうなんだ。俺、コーラ飲みたいの。コーラないもんな。なんもないけど、ほんと、ジュースが。ジュース持ってこうかな。梅オスロッテンマイユアーさん、一応言っときますが、旅風も喜んで差しが好きでした W。 ありがとう、梅ちゃん。ありがとう、梅ちゃん。ありがとう。旅風マットペーターさん、私たちの家族をけなしてるとか言ってました。カタツムリさん、梅さん、WWW。 ありがとう、梅ちゃん。私たちの家族をけなしてるとか言ってました。いや、あの、一言言うとこ、一言言うとこ、りょっくん、りょっくんやない、あやみさん、一言言うとこ。あ、つぼみちゃん拍手ありがとう。一言言うとこ、りょくマットペーターさん、あやみ、はい、あやみさん、一言言うとこ。梅オスロッテンマイユアさん、けなしてはないですよ。あの、りょっくんはけなしよる。りょっくんのことはけなしとる。りょっくんのことはけなしとる。それはあやみさん見よったらわかると思う。りょっくん、りょっくんのことは気なしとる。そうそうです。なんかやりにくいな今日。今日やりにくいな配信が。りょくマットペーターさん、実家出て行ってから調子乗ってるみたいですね。あいつかなり調子乗っちゃうんですよ。あいつかなり調子乗っとるんですよ。僕からいつも怒られよ。僕からいつも怒られよ、あれ。多分お姉さんたちが。リョクマットペーターさん、後でやっときます。梅オスロッテンマイユアさん、いつもの様にどうぞ W。 いつものようにどうぞ。よし、いつものように。今日なんかやりにきいな、ほんと配信が。じゃあこの時間帯にここでするのがないけね。そうじゃ、拍手ありがとう。ひーちゃんもありがとな、ケーキ。ありがとう、ありがとう。ちょっと、カタツムリさん、そのまま風呂に沈められる感じ WWW。 じゃあやったがいい。つぼみ赤のハートさん、パパいじられてるやん、見ながらショー。そうやろう、そうやろう。俺どっちでもいけるけね、 S でも M でも。基本は S やけね。基本は S やけど、まあ求めに応じて M でもいけるけんね。これが若さの秘訣よ。エロと好奇心。了解かい？妖怪かい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 。片つむりさん、若さ WWW。 そう、若さ、若さ、若さの秘訣。いや、俺分かるわね。今年48に見えんめ。いや、でもほんとなんかちょっと やからっぽいな、ほんとにやからっぽいな。かっこはかっこやけどな、多分。うん、見えんと思うよ、俺自分で。8888さん、絶対聞こえとおやろ、娘さんに。知らん、わからん。カタツムリさん、そのサングラスよ WWW。 いや、これサングラスじゃないよ、これ本当にメガネなんよ、これメガネなんよ、これ字が見えんのよ、これ。リョクマットペーターさん、今の話ではあいつがパンツを配りますって言ってることが分かりました。いろいろとありがとうございます。いや、いや、でもね、でもね、お姉さん、お姉さん、あの、言い出しっぺは僕、言い出しっぺは僕です。一応言うときます、言い出しっぺは僕です。言い出しっぺは僕やけど、
協力的な態度を取ったのも事実やけど、言い出しっぺは僕です。僕が言い出しっぺです。僕が悪いんです。だから彼を責めないでください。ラッドセーターさん、パンツもらって何をするんですか。マキ8888さん、ショー。オッケー。マキちゃん、オッケー。梅オスロッテンマイユアーさん、配りますじゃなくて、リンさんだけに貢ぎますですね、W。カタツムリさん、WWW。リョプマットペーターさん、え？え？マキ8888さん、口パク、ショー。あれします。選択します。まあ、とりあえず選択します。選択して、リサイクル。リサイクルします。はあ、ヒロさん、今思ったんですが、リンさんってサンドウィッチマンの伊達さんに似てませんか。気を悪くなさったらごめんなさいね。あのね、天満ユアさん、言うことが変わってきてるよ W。 いやだって本人目の前で言えんやろ。ユーターさん、リサイクルするならもらわなくても、ショー。いや、僕がリサイクルして使うんです。僕がリサイクルして使うんです。リサイクル、サンドイッチマン伊達さんに、伊達ってあの8888さん、疲れてきようやろ、ショー。リョプマットペーターさん、もう疲れた。カタツムリさん、使う、WWW、 もう疲れた。オナニするとこ、オナニ、オナニ、いい、それで、もういい、それで、オナニ。夏美さん、もうやめれ、話がややこしなる。そうやろ、もうやめようや、もうね。リョプマットペーターさん、あら、はいはい、ショー。はいはい、疲れたね、 WWW。 疲れたやろ。あ、サンドイッチマンの伊達っちゃ、あっちよね、メガネかけておうよね、色メガネかけておうよね。あのね、本当あれにとる、メガネの色メガネとかやけやない。バートトラック、青いバートさん、まだ言うとんか、ショー。言うてない言うてない言うてない。梅オスロッテンマイユアさん、夏美さん、サムネ変わってる、音符。そう、母ちゃん、なっちゃん可愛くなっちゃう。サンドイッチマン伊達というより、あれにあれをあれ言われる、誰やったかね、リョプマットペーターさん、安倍貞夫さんに似てます。そう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 、それ夏美さん、そうだよ、変えたん、音符、梅ちゃん、さすが星。そう、安倍貞夫に似とうてよう言われる。梅オスロッテンマイユアさん、前のも可愛かったよ、音符。いや、前のも可愛かったけど、今のも可愛いな。でも大きく見たらなんか変な顔よ、これ。なっちゃんのブサイク。そう、安倍佐藤言われる。本当。夏美さん、ありがとう、泣きしている顔、輝くハート、カタツムリさん、ニトルか、夏美さん、うん、あ、いや、こうやってよう見たらなんかブサイクやなっち。よう見たらよ、よう見たらよ。さん、ほんまやね、安倍貞夫さん似てますね。ね、それはよう言われる。でね、前言われよったのがね、夏美さん、うるせえわ、わらわら。こう見たら、ああ、マットペーターさん、やつが風呂から上がってきました。梅オスロッテンマイユアさん、来月のサムネ見たらそんなこと言えんから、 W。 え、なん、来月のサムネってやつお風呂から上がってきました。やっちゃってください、あやみさん、やってください。そいつは悪いやつですよ、人を売りやがって、ほんと。でも言い出しっぺは僕ちょこっと覚えとってください。言い出しっぺはで何に使うか。カタツムリさん、どの口が WWW。 来月の侍、誰かね、三宅裕二、来月お楽しみに、WWW。 楽しみにしておこう、解けられない。あ、来月もうすぐ2月やんな。あれ、三宅裕二とかも言われてたし、もっと若い頃はあれ、知っと、ソフトバンクによった、ちょっと全てを吐かせるまで帰らせません。あ、どうぞ、もう好きなだけやってください。城島、ソフトバンクにおった城島。やばい、爆笑が止まらん。
それじゃあいい時に面白い時来たな、ほんと。城島健二ロッテンマイユアさん、リョクゴ、ウッタ W、夏美さん、どうぞどうぞやない、ショー。リョックンを打った。よし、いいやいいや。リョックンを打って、俺が買い取る。ブツブツ交換。リョックングロ。カタツムリさん、払いて W。若い頃は本当ね、よくマットペーターさんなら18歳の妹と変わります、ありがとうございました。ありがとうございました。ミーアンまた幕取り直したな、今ミーアンが18歳の妹と変わります、ありがとうございました。つぼみ赤のハートさん、パパつぼみは33になったよ。あ、本当や、おめでとう。え、いつ？いつなったん？33に。夏美さん、リョクマスカラどうするよ、ショー。しゃ、もうリョクしろ。リョクちょっと NG 入れちゃおうか。リョクに NG 入れろか。なんかそれがなんか、ね、二人のためにゃん。カタツムリさん、明日から枠来れるかな？いや、その前に NG 入れる。夏美さん、18歳の妹様、はじめまして。はじめまして。梅オスロッテンマイユアさん、それはあかん。あ、そうか、うん、分かった、そうやな、話が頓挫するけね、話が終わってからやな、分かった梅ちゃん、そうやな、確かその通りや。リョクマットペーターさん、こんばんは。あ、こんばんは、はじめまして。3番目の妹、梅オスロッテンマイユアさん、はじめまして。ゼロ妹さんやね、はじめまして、こんにちは、こんばんは。じゃあ僕は北九州のトラッカーでリンって言います。じゃあよろしくお願いします。福岡県民です僕は。リョクマットペーターさん、4番目の妹です。妹でしょ、お姉さんが3人とリョックンがおって4番目の妹さんでしょ。今何してるんですか、高校生。あ、ちょっと待って、これ言わないけんがね、うち18禁なんですよ。あ、18。夏美さん、りょくん5人兄弟。そう、5人兄弟。兄弟を www。そうそう。お姉ちゃんが3人の妹が1人。リョクマットペーターさん、専門学校です。ああ、専門学校でね。じゃあよろしくお願いします。何の専門学校行きよんですか。お名前は？4番目やったら4個ちゃんでいいかな。5個ちゃん。1個ちゃん、2個ちゃん、3個ちゃんに、りょっくんに、5個ちゃんでいいから。5番さん、今日目があやマットメーターさん、ゆいです。 www マキ8888さん、適当やん名前。いや、あやみさんもちょっとなかなか覚えきらんのよね、俺。ゆいさん、あー、いい名前ですね。適当やん、名前。うちの子供が隣に来たから配信聞いてるのドキドキする www。 子供いくつやったっけ、カタツムリさん。あ、そうか、そうか、チングルコマや、まだこんなんやったやん。こんなんやったやん、ほんと。嫁子なんしよ。8888さん、ちゃんと名前で読んでね、ほしい。そうやな、ゆいさん、いい名前ですね。りょっくんよりいい名前やん。りょうりょうもかっこいいな、あれ。やられてますよ、小浴室で。梅オスロッテンマイユアさん、言葉気をつけてね。は？やられてますよ、浴室で。は？マジで？ポンコツエースユーユー星神谷ユー星さん、今どこおると。ああ、ポンコツさんもいらっしゃい、こんばんは。いえ、家おる。今どこおると、家おる。今日はちょっと久々に、本当カタツムリさん、かわいそうよ、W。 いや、なんかちょっとかわいそうになってきた。やられてますよ、風呂場で。すっぱだか。ポンコツエース、ユーユー星神谷ユー星さん、もうすぐ8万倍。え、ポンコツさん、ポンコツさんどこ行きよん。もうすぐや。リョクマットペーターさん、私トイレなんですけど、横が浴室なので聞こえてます、 W。 マジで、うわー、だからいらんこと言うけたやな、これ見かれたやつサビやろ。
俺悪いんかな。大体それを伝えるりょっくんもりょっくんよな。そう思わんみんな。ねえ例えばさ、カタツムリさんさ、俺がカタツムリさんにさ、カタツムリさん、ポツエースユーユー星神谷星さん、愛知からやっと帰ってきよる、カタツムリさん巻き込まれたくない W、 いやいやちょっと待って、愛知からね、あお疲れ様でした。梅オスロッテンマイヤーさん、あー緑の恨み勝った、そうやって敵作るよね WW、 緑マットペーターさん、ナンバーイーヨットやあの男はって言ってるのが聞こえてます。夏美さん、冗談が冗談じゃなくなったショー、カタツムリさん、嫁が聞いとるからやめて、いやね、いやそだけどさね、ね、あ何時、ナンバーイーヨットやあの男はって言って聞こえてます、カタツムリさん、あー WWW、 あどうしたらいい、いや冗談が冗談じゃなくなったよね、いや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 、あなたのお姉さんやろゆいさん、あなたのお姉さんやろ怖い怖いじゃ、俺らが怖いんやけど、もう絶対あればゆいさん、ゆいさんお姉さんに変わったらいけんよちゅうかさ、ゆいさんいいこと考えた、ゆいさんもそのまま、ゆいさんもそのまま切ってから、ゆいさんが、ゆいさんの携帯でここに入っといて、ちょっとそうしょ、ゆいさんそれやったらいいんやない、もうもうりょっくんとは無関係っちゅうことで、一時帰ってくるまで無関係っちゅうことで、ポンコツエース、ユーユー星神谷星さん、はよ診断と、明日も仕事ばい、うん、明日も俺明日朝から、朝から仕事ないポンコツさん、で今日ね久々にちょっと配信したと、でコイン溶かしたらいけんかったっけね、コインをの消費も兼ねてちょっとこの時間帯に配信しました。緑マットペーターさん、兄ちゃん笑ってますよ兄ちゃん笑ってますよ兄ちゃん笑ってますよ、いやもうとにかくもうあのゆいさん、ゆいさんね、梅オスロッテンマイヤーさん、緑口は災いのもとって体で思い知ってます、カタツムリさんよかったよかった W、 本当ゆいさん、ファントム34567番、それ検索したら僕が出てくるけね、ファントム34567番でもうあのそれ切ってからゆいさんの携帯で入ってきてよ、そっちの方がいいと思う、丸く収まると思う、俺今日ちょっとお姉さんと話したくないもん、なんか梅オスロッテンマイヤーさん誘わない、リョクマットペーターさん全部言ってることが違うぞ、あの男はって W、 いやいやは、いやみんな知っとろ、いやでもね、もう勘弁してよ勘弁してよ、いやいや未成年やけど、まあ18禁で、俺で言えのもう中学生と高校生なんやね、中学生高校生、これがちょっとあれ、ね、だけどそれもね最近ちょっとポンコツ S ユーユー星神谷星さん WWW、 いやポンコツさん高速やろ、どうせ高速やろね、八幡インターもで結構あるもん、こっからんでね、んでちょっとマットペーターさん、とりあえず格闘が終わったみたいです、んじゃもう絶対渡したらいけんよゆいさん、もうゆいさん切りちゃ切ってからもう自分の携帯でこっち入ってきてっちゃ、もう今なんかお姉さんと話したらちょっとあれや、いやあのさ、あみやちゃんが配信始めたな、いやいやもう勘弁してや、ポンコツさん、ポンコツさん勘弁してやね、だいたいさあ、ほんとカタツムリさん、俺がねカタツムリさんね夢のパンツくれっち言うて、それを言う、俺が今日配信のおいさんがパンツくれっち言うけ、お前のパンツ1枚もらっていいち、なんか久しぶりに帰ってきて怒られるの見て私は笑ってます W、 怒られる、梅オスロッテンマイヤーさん、お姉さん変わったからって枠切らないでよ W
いや分からんよ、これもうブチッチ切るかもしれない。カタツムリさん、絶対言わない、言えない。そうやろ、言わんやろ、言わんよね。なんですあやつは言う、それを。リョプマットペーターさん、大丈夫です、姉に渡さないから。絶対渡さんでよ、ゆいちゃん、お願いよ。頼むよ、もうもうほんと、もうお願いします。お前ちょっか、お父さんは、ゆいちゃん、お父さん、お父さんどこ行ったん。ほら、お父さんどこ行ったの。まだ帰っ、マットペーターさん、何でも言わないと気が済まない性格なので仕方ないです。何でも言わないと気が済まない性格なんで仕方ないです。あー、りょっくんがね、ユースユーユー星、神谷ユー星さんならパンツ俺が欲しい。いや、リョプマットペーターさん、お父さん牛乳飲んでますよ。お父さん牛乳飲んだ。知らんだよ、ほら、ほんと最悪やね。これちょっと見にくい、やっぱメガネがないと。はあ、お父さん牛乳飲んでますよ。文字最大にしてる。文字なんかね、変わらんじゃねえ。マットペーターさん、帰ってきたので変わります。姉じゃないのでご安心を。リョックン、絶対リョックン。いや、俺もうリョックンよりゆいちゃんのがいい。リョックンなんかどうでもいいと。ポンコツエースユーユー星、神谷ユー星さん、やからやむ。誰が違うよ、違う、今これ最大にした、最大にしたけど、なんか全然変わらんじゃんね。変わっとんかな。あ、変わっとんな。今これ最大にした文字、携帯で最大にしたらかなり見にくいんやけどね。これで最大にする分にはいいね、別に。やからや。リョプマットペーターさん、この際お父さんに変わりますか。ショーカタツムリさん、リョプが何ていうか www 梅オスロッテンマイユアーさん、まだ見にくい。うん、ちょっと見にくいな、これ。これ多分ね、字が白いけ見にくいんやろね。ほんで、あ、こうやってほら、結局壁が白やん。壁が白に白字だけ見にくいんよ。こうやってしたら、こうやったら見えるんよ。バックが黒やったら、黒やったら結構見える。これ誰が投げたん、これ、この人形さん。カタツムリさん、なるほど。うん、あ、そう、これバックが壁が白やけ見にくいんや。白と白やけ、これがバックがこの黒やったら見やすいもん。ああ、梅ちゃんになれた、ありがとう梅ちゃん、ありがとうありがとう。なんか この人形、昼間の人形と違うね。なんか昼間の人形はえらい、なんかリアルな人形やったよね。この人形さんなんか違うね。あの、今までどおりの人形さんやな。なあ、梅オスロッテンマイユアーさん、コイン入らんやろ W。 うん、コイン入らん。コイン入らんちゅうか。リョプマットペーターさん、リンさん2番目のお姉さんが北九州にいるんですけど、そのお姉ちゃんなら何でも話してもいいですよ。え、いや、でも結婚したんでしょ。結婚したんでしょ。ね、ゆいちゃん、まあ、それはそれで、梅オスロッテンマイユアーさん、そうなんや、残念 W。それはそれでなんかまた問題が浮上しそうな気がするし、ちゅうか、あの、今俺思った、りょっくんの実家にはかからん方がいいなと。関わるべきやないなと。ここはちょっと一応、あの、自分のフィールドで遊べる範囲でちょっとやろうとつくづく思った。北九州に、うん、聞いてる、北九州のお姉さんね。カタツムリさん、さんざん荒らして今さら www。 いや、もう、あの、ジョックンの家族とは関わらん方がいいと今気づいたね。
力マットペーターさん、2番目と一番仲良くて一番上の姉とはちょいと危険なので。なんか2番目のお姉さんとは仲いいことあるね、力くんは。うん、仲いいことあるね、あの2番目のお姉さんはね。一番目のあれとはちょいと危険なのでいいな。なんかあの冗談が通じんのがちょっと俺危ないね。まあ遊びやしね。みんな開いた？もう開いた。8888さん疲れてますや。ショー。なんか疲れた。ほんとどっと疲れた。ヒロさん、兄弟多いの賑やかで楽しいでしょうね。カタツムリさん、よし、僕は寝ます。皆様また明日。おお。え、じゃあ梅ちゃん、梅ちゃんありがとう。あ、くるまめちゃんありがとう。お茶バッグ。あ、カタツムリさんありがとうね。じゃあおやすみ。じゃああのカタツムリさんパンツの。カタツムリさんおやすみなさい。うん、カタツムリさんパンツの件はちょっと検討しとってね、よう考えとってね。カタツムリさんおやすみ、バイバイ。リョプマットペーターさん、小さい時お姉ちゃんの大事にしてたものがあったのを壊した時、2番目の姉は覗いてみんな兄をフルボッコされてたのを見たことあるんですよ。そう。マキ8888さん、マータショー、カタツムリさん、しません、褒めるから www、 シンさん、カタツムリさん、おやすみなさい。小さいカタツムリさん、褒めさせられるから www。 もうみんなね、もう自分で、おちょ、あ、ドルさんもありがとう、おちょぼくじゅうありがとう。ちょっとあの、ここだけでしょうや、ここだけで。もうあの、ここだけの、ここの話を肩に持ち込むのやめよう、みんな。ね。ここだけでもう片付けよう、収めようや。リョプマットペーターさん、その時に腕の骨を折られて病院送りされたのでしょう。は？リョくん？腕の骨を折られて病院送りされたので、マジで？はあ、強烈やな。片つむりさん、じゃあおやすみなさい。カーットトラック、青いハートさん、じゃあそろそろ帰ります。ユアママに何か言うなら今のうち。おー、チロリンさん、お茶爆中ありがとう。あ、ユアキチ頑張れよ。寒いけどな。灯油買ったか？灯油、灯油買えよ。はよんと灯油、灯油ちゃんと買っとけよ、ユアキチ。じゃあな、いや、おやすみ。あ、ちゃんが予約のとこ行っちゃったんや。マットペーターさん、なら変わります。今度私の赤で来ます。お疲れ様でした。うん、よろしくね。母さん、お疲れ様でした。俺、よろしくね。ありがとう。専門学校中。カートトラック、青いハートさん。灯油買ったってめっちゃ暖かいよ。ほんと、灯油買ったんかい。よかったよかった、ちゃんと買っちょかな。な、今週また寒波来るけね。な、なんちゅった、水木木金。リョプマットペーターさん、最後に兄はどこでもいじられてるのが分かりました。分かった。梅オスロッテンマイユアさん、ユーママさん、またね。おんぶ母さんもゆっくり寝てね。うん、母ちゃんもありがとう。ほんと、カートトラック、青いハートさん、リンさんのぬくもりショー。そんなことない、そんなことない、そんなことない。しんさん、今日も雪降ってましたよ。なあ、雪降りよったもんな今日。ほんと寒いけど、マジで燃料は用意しようかな。な、梅オスロッテンマイユアさん、ユアママさん、うん、じゃあな、ユアキチありがとう。で、母ちゃんもほんとありがとう。気をつけて帰りね。リョプマットペーターさん、リンさん、僕はもう実家に帰りません。
ハートトラック青いハートさん、しんさん、梅さん、ありがとう、笑顔、目が閉じている、皆さんもお疲れ様でした、丸03903 9。ありがとう、リンさん、僕はもう実家に帰りません。お前ね、夏美さん、母さんお疲れ様でした、うん、母ちゃんありがとう、お疲れさ、お前いらんこと言うけた、俺までお前なんか突っ込まれたやんか、りょっくん、お前いらんことばっかり言うけど、俺まで相当突っ込まれたやないか、ほんと。あの、ハートトラック、青いハート、さん、夏美さん、ありがとう、笑顔、目が閉じている、お疲れ様。りょく、マットペーターさん、一瞬記憶が飛びました。は？梅オスロッテンマイユアーさん、自業自得 W。誰が？りょっくんが自業自得やろ？俺やないやろ？いやいや、ちょっと待って。あのキャスミンの話が通じんやん。いやいやいや、俺おかしくなかろう、俺おかしくなかろう、俺おかしくなかろう、自白で許される程度のことを言うんばい、絶対リュックに持ってこいとか言うわけないんばい俺。いや冗談じゃ分かるやろ、分かるやろ冗談じゃ。リョクマットペーターさん、お風呂上がって全裸で説教とか。知らんだよお前、お前いらんこと言うけたよ、このお前いらんこと言うけたよ、 俺もなんかお前文句言われたやん。梅オスロッテンマイユアーさん、リンさんが相手見て言わないと W。 いや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 、ちょっと待って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 、リョックンの家族とか俺知らんやん、そんなまさか言うちゃうまんやん、そんなことはっちょぶったよ俺も。リンさんが相手見て言わないとって、うん、びっくりしたほら、リョクマットペーターさん、姉は冗談って分かってるんですよ。でそんな言われたら俺冗談やないちゅう俺はそんな言われて冗談やないちゅう。梅オスロッテンマイユアーさん、でもリンさんの方が大人でしょ。え分かった、はい、分かった。リョクマットペーターさん、それをいじめるのが姉のやり方なんです。梅オスロッテンマイユアーさん、天の弱それをいじめるのが姉のやり方なんです。ちゅうかさ、ちゅうかね、まあまあよその家庭に口出さんけど、俺やったらよ俺やったら木刀でぶち食らすなぶち食らすな、やられるぐらいやったらやしまうな、もう俺やったら。女でもクソでも関係あるか俺は。まあね、人の家庭いろいろあるけんね、ごめんね、りょうくん、俺が悪かった。もう見え、マットペーターさん、そんなことしたら切断されます。梅オスロッテンマイユアーさん、あら最悪。あ、なんで俺やったらち、で俺やったらち言うやん、俺やったらぼっとぼっていくな、もう多分。あ、最悪げな。もうなんかもう疲れたな、ほんと目がしょぼーしょぼしょやろ俺。マキ8888さん、さすが北九屋で、ショー。手をスロッテンマイユアーさん、女に手を挙げるとかないわ。いや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 、骨折られ、リョクマットペーターさん、クソンごと今笑ってるんですよ、このクズども。だからいらんこと言うなっちゃ、違うちゃ、俺が言うのはね、俺が言うのは過去の骨を折られるぐらいやったら、俺やったらボテボテ行くっちゃうよ。シンさん、北九州の挨拶ですね。そうそう、お前キさん暮らすぞ、この梅オスロッテンマイユアーさん、骨折っとけ。いやいや、骨折られるぐらいやったらよ、俺やったらもういい、もうボテボテ行くっちゃうよ。その程度があるやん、程度が。叩かれるとかさ、叩かれるとか焼いとされるぐらいやったらいいけど、骨折られるんばい、骨折られるぐらいやったらそれはちょっと程度超えちゃうわ。リョクマットペーターさん、あら本当にびっくりした。俺らがびっくりするわ、もういらんこと言うなって。リョック、梅オスロッテンマイユアーさん、せつとけ W。 ほっとけ、そうなん、そうなん、ああ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 、おお。
結局俺が怒られる夜、このケーキ何があるんかね、これ応募したら。リョクマットペーターさん、いきなりパンツを出されてこれ渡すんやろとか、はぁ、で言いましたよ、わら。いきなりパンツ出されてこれ渡すんやろてやの。梅をスロッテンマイヤーさん、何があっても手を挙げるのはいかんわ。そうな。いきなり。よくマットペーターさん、その時にあの男はって言いました。誰が、どっちが言うたん、あの男は。って言いましたよな。なんかもうあれやな、もう怖えな、もう。リョクマットペーターさん、僕が言いましたあの男はあの男は、いや大体なんで俺がと、あんな、なんかこう、梅スロッテンマイヤーさん、もう恋愛はなくなったな W。いや恋愛なんかもういい、求めん。いや多分無理もう恋愛がなくなったなげな。それも冗談やん。よくマットペーターさん、姉ちゃんの前で全裸とか相当恥ずかしかったです姉ちゃんの前で全裸とか相当恥ずかしかったです。大体さ、な、りょっくんがの、あそこで風呂入ってくるって切って入るべきやったんよ。はっちゃ。ね。あそこで姉ちゃんに渡す気いけんのよ。ほんともう、ゆいちゃんのまともなこともまともなこと。リョクマットペーターさん、僕は渡した相手を間違えました。当たり前だ。ちゅうか切って入れ風呂。これ渡すんやろとか、はぁって言いましたよ笑う。あの男はほんと一気に疲れた、飛ばしすぎたな。もっとあのほのぼのとした、ヨクマットペーターさん、あれは俺の裏を取るためのわざとしたんです。は、俺の裏を取るためのわざとしたんです。ちゅうかまあそうやな。まあ今回俺が悪かった、ごめんね。俺が悪かったわ。リョクマットペーターさん、大丈夫です、後で帰り討ちにするので知らんどら、もう俺巻き込まんでくれよ。マキ8888さん、オーチーコームーナーってショーシンさん、ターゲットにされてかわいそう。落ち込むな。いやいや、ちゅうかなんかもうあのねえ、もう人の家庭まであれする前、もうみんな家庭に持ち込まんでね、この中の枠のことはね。夏美さん、いい夢見れるやろ。いやもう見れん、疲れた、本当に疲れた今日は。リョクマットペーターさん、それもパンツ提示したのを水玉 WW。 パンツ提示したの水玉そうなんこれ渡すんやろうげる。ちょっと待って、ヒロさん、若干やつれて見えます。
疲れたもん本当にひろちゃん疲れた。ちゅうかさ、ちゅうかさ、ちょっと待って、おかしくねえか、おかしくねえか、ちょっと待ってよ、一式全部揃えて持ってきますって言ったのりょっくんやない？違ったっけ？俺が悪いんかね？は？ちょ待って待って待って、一式全部揃えて持ってきますって言ったのりょっくんやん。なんで俺が怒られるの？いや、なんで俺が怒られるの本当。いやいや、ちょっとなんかやっぱおかしい、やっぱなんか俺納得いかん。あ、またまたミーアンが枠取り直した。リョプマットペーターさん、その言葉で姉が反応。いや、ちょっと待って待って、でも俺納得いかんな、ほんと。なんで俺が怒られるの？なんで俺があんなん責められるの、みんなから。だってケンタさん、ほんと好きで。いやいや、健太くんいらっしゃい、こんばんは。ちゅうかさ、そうやん、あの、何ちょったっけ、リョプマットペーターさん、リンさんごめんなさい、一式詰め合わせ持ってきますって言ったのリョくんやろ、違ったっけ。え、ちょっと待ってよ、俺確かに、確かミーヤン、ミーヤンの分ずることはなんか言ったけど。リョプマットペーターさん、今だけ黙っててください。ケンタさん、こんな時間に配信するって珍しいですね。珍しいやろ、珍しい。夏美さん、笑い止まらん、爆笑。いや、なんかさ、そうやな、なんかよく考えたら、あら、ちょっと待ってよ、なんで俺こんなみんなから怒られよ。健太さん、明日朝から仕事でしょ？そう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 、明日朝から健太くん。今だけ黙っててください。姉ちゃんが反応したけど。俺もう知らん、もう知らん。俺はりょくんとこの家族と関わらんこと決めたんやけ。まああの、あれ。あ、グッさんありがとう、コイン。グッさんもこんばんは。ちょっとあの、まああの熊本県民とか関わらん。ケンタさん、話がつかめん。もうやめよう、この話は、この話はやめよう、違う話を。グッサンさん、こんばんは。リンさん、うん、グッサンこんばんは、いらっしゃい。どうや、グッサン、どうや、どうや、いかがお過ごしですか。リョプマットペーターさん、僕が言いました、それは認めます、でも今だけ耐えてください。グッサンさん、いい感じ。いい感じ、うん、そうなんや。僕それでも今だけで、分かった分かった、リョクも分かった。よっしゃ。ちゅうかさ、あのリューチャルユニコーンさん、こんばんは。うん、リューチャルさん、こんばんは、いらっしゃい。もう仕事やないん、職場やろ。ちゅうかよ、あれやな、うん、俺今何言おうとしたんけ、何言おうとしたっけ。まあいいや。まあいいや、いらっしゃい、いらっしゃい。いや、ほんと珍しいやろ、この時間帯に俺が配信するうちね。昔はね、ほんとこの時間帯配信しよったやん、ずっと。グッサンさん、珍しい W な、珍しいやろ。8888さん、でも何か言いたそうやね。いやいや、今言いたいことって、あ、そうそう、だけね、ね、スピーカーに人を、リョプマットペーターさん、話題を変えます。いやいや、スピーカーに人をリョックンがおかしいやろ。だいたいスピーカーにするっけ、おかしいんよ。な、そうやろ。ヘッドホンない、イヤホン、誰かみたいな、ヘッドホン、イヤホンが行方不明になったっち、誰か言ったな、ほんと。そういえば昨日か、リョプマットペーターさん、今だけトイレに避難してます。あ、マクちゃん、マクちゃん、具合どうや、具合は。グッサンさん、
風呂上がりのほてったりんさん素敵です。ありがとう。888さん、ショー、それ私や。そうそう、そうそう、誰か言ったの、そういえば。だけミュートとかわけのわからんことばっかり言うんだよな。888さん、悪化しとります。マジか。もう、もう、なんしょうがないよ。もう、ほんと、もう事情説明して、もう2、3日、ちょっと、もう大丈夫っちゅうとこまで、あれして、で、あと頑張らな。風呂はいるんで、落ちます。うん、了解了解。お、健太君遊び行かんのか、今日は。寒いき行かんやの。了解。あったまっといで。あ。おっさんさん、コインの量がやべ W。やばいやろ。だっけ、それもあったけ、今日、ちょっと配信したんよ。ほんとにまた100万増えたけね。また100万増えたけね。これやべえなと。ケンタさん、自分のパンツいりますか W。 リョクマットペーターさん、Bluetooth に切り替えました。よし、今なら叫んでいいですよ。黙れ、うんか。1888さん、超イヤホン探そう。は、ま、マジでないん、まだ。まだないん、マクちゃん。もういいよ、そのままで。超イヤホン探そうやな。まあどうせ、今日はもう夜中配信せんしね。そうやな、5時半ぐらいからやな、明日は。4時半起きて、うん、5時半ぐらいから配信するけどね、明日は。4時半起きやっけね。さんさん、電波が悪い俺の通信環境かな。いや、俺のが悪いんかな。俺が悪いんかな。今日なんかみんな言うんじゃねえ、あれが悪いち。なんか、よくない、よくないみんな言うよね。8888さん、まだない、ショー。リョクマットペーターさん、姉は自分の巣に帰りました。いや、もういい、リョクン。もう、リョクンとこの家族と俺は、ちょっと、もう、馴染めんちゅうことが分かったっけ。馴染めんちゅうことが分かったっけ。グッサンさん、Wi-Fi オフにしたら良くなった W。 あ、ほんな、Wi-Fi 良くないやな、Wi-Fi が。Wi-Fi 良くないやな。リョクマットペーターさん、リンさんは多分日上がりの姉と妹なら大丈夫と思います。うん、ゆいちゃん、ゆいちゃんなかなか良かった。ゆいちゃんはなかなかね、普通やった。リョクマットペーターさん、妹最低ですよ。は？妹最低ですよ。どういう意味？いや、意味がわからん。りょっくんなんか言うことがおかしいぞ。りんさんは多分、日上がりの。リンガーハットで白菜ちゃんぽん食ってきた。めちゃうめぜ。ああ、そうなんだ。よくマットペーターさん、浴室で駆られてる俺を動画撮ってるんですよ。グッサンさん、野菜高いから白菜ちゃんぽんにした。浴室で駆られてる俺を動画撮ってるんですよ。最高、ゆいちゃん。俺、ゆいちゃんと仲良くなりて、絡みて。ほんで、あの子と組んで、りょっくんをいじめて。最高やん。めちゃ笑ってたって言ってたで。動画撮りようけな。それアップしてほしい。ちょっと俺の LINE 教えちゃって、俺に送って、妹に言うとって、りょくん。俺の ID 教えちゃって。りょくマットペーターさん、妹俺をいじるの得意なんですよ。そうな。妹最高。妹最高。梅ちゃん何しようと、
梅ちゃん、梅ちゃん、梅ちゃんどこ行った？梅ちゃんおらんくなった。ひーは、ひーおる？ひー、どっか行ったんかな。あ、梅ちゃんおった。梅オスロッテンマイユアーさん、ゲーム探してる W。 は？ゲーム？何のゲーム？ソフト？ゲーム探してる？俺とゲームいっぱいあるばい。プレステ2のゲームやったら。梅オスロッテンマイユアーさん、そうそう。あー、どうせあれやろ？ 3 とかのゲームやろ？スリート。ペーターさん、梅ちゃん PS4 一旦僕が持っときます。うん、そうし、そうし。そうし。いや、今日、りょくんがよ、俺んとこ持ってくるとか言ったけど、いや、もう持ってこんでいいって言ったんや。ちょっと困る。明日が休みやったらな、別に。りょくん持ってきて。はい、お願いします、ゼロ。うん。俺明日が休みやったら持ってきてもらって何してもいいけど、何かしてもいいけど、明日仕事やけど俺も。それにも今かなり疲れたしすっげえ疲れたし。よくマットペーターさん、そのおかげで姉に剥ぎ取りされました。知らんよ、自分が悪いんや。リュックがいらんことばっかり言うけ、なんかもういかにも俺が悪いみたいな言い方してさ、みんな。まあいいわよ、楽しかったし、大笑いしたしね。もう眠たくなってきたな。よくマットペーターさん、インスタに投稿していいとかほざけてる目がいます。インスタに投稿していいとかをいいやない、それいいやない。俺もインスタ見たい、そのインスタ。鼻かんぼで、痛いとか言って、いいよ、リョッコ見て俺。痛い、やめて、ごめんなさい、申しません、あのとこが悪いんや。面白いな。あともう一枠だけしてやめようね。あともう一枠ね。もうみんな空いてきたやろ、空いてやろ。梅オスロッテンマイユアーさん、久々 PS だから面白いのソフトないかと。夏美さん、よし、お風呂入って寝ます。リンさん、皆様おやすみなさい。うん、なっちゃんありがとうな。なあ、まあなっちゃんもまたキャスに帰りづらいと来てよね、いつでも大歓迎や、ウェルカムやで。よくマットペーターさん、本当に死ぬかと思いました。シンさん、ナちゃん、お疲れ様でした。うん、ナちゃんありがとう、おすみ、バイバイキーン。はあ、今日疲れたな、本当疲れた俺。梅オスロッテンマイユアーさん、夏美さんお疲れ様です、ゼロ、風邪ひかないようにね。そうそう、プラがったら服着れよ。服着らんで、あっちやらこっちやらうろ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 する風邪ひこうが。なんか疲れた、もう本当今日。よし、眠た。眠って、ちょっとあれだけしとこ、目覚ましのセットだけ。よくマットペーターさん、貴様座れとか言われて、その横で撮影してるアホもいるし、撮影しながらコメントするし、それ聞いてる姉がさらにパワーアップしてました。貴様
座れとか言われて、その横で撮影してる母もいるし、撮影しながらコメントするし、それ聞いてる姉がさらにパワーアップしてきました。姉ちゃん、姉ちゃん彼氏おらんの？姉ちゃんはなんでそげんあるん？姉ちゃん、ちゅうかこれスピーカーにしてないやろの？スピーカーにしとって知らんの？喧嘩になるって多分俺と、もうよくマットペーターさん一応いるんですよ。あ、そうなん？一応いるんですよ。もう絶対スピーカーすんなよ。リンさん、明日何時起きですか？明日4時半起きです。4時半起き、明日4時半起きですよ。もうで、これ一枠してやめようかなと思ったんです。リョクマットペーターさん、妹ドSなので負けます。そうなん？よくも早いお家帰れ。よくお家帰ったがいいぞ。ミーヤンの元に帰れ。ミーヤンの元に。ミーヤン、リョックがおらんもんや。あ、そうなんだ。でも具合悪いやろ、マキちゃん。大丈夫か？よくマットペーターさん、不登校しやがったので携帯を没収しないと帰れないです。知らんよもうそんなんは。ここは作りよった、いいな。ここはとか温まるけな。あっちぇー、ほらほんと。ソータッチ、あの潜っとう人コメントせん。潜っちゃう人。マキ8888さん、横になっても鼻水がもうカラ味わからなくて美味しいとかないしょう。リョクマットペーターさん、リンさん姉は危険でしょ。違う意味の18禁です。両にきパパッと日本国旗、クズレーシング日本国旗さん、はいはいはい。グッサンさん、お風呂なうバスタブで入浴。おう、了解グッサン。横になっても鼻水がもう味がわからなくて美味しいとかない。かわいそうやな、マキちゃん。姉は危険でしょ。いや、危険。よくマットペーターさん、ダンプ乗りの女とか悪いイメージでしょ。いや、そうでもないよ。愛嬌あるの、愛嬌あるよ。両にきパパと日本国旗、クズレーシング日本国旗さん、僕もお風呂中で見てます。あ、そうなんだ。そうなんだ。アイス8888さん、真偽を泣きしている顔。つらいな。いや、愛想あるの、愛想あるよ、愛想ある人は。まあその人によるんやないの。疲れたのでロム線で W。 了解、しんちゃん。了解了解。りょうくんもまあ。ヒロさん、マキさん、風邪ひいてはる？大丈夫ですか？そうそう、風邪ひいとん。風邪ひいてからマットペーターさん、さすがに風呂まで入ってこられなかったので幸いです。さすがに風呂まで入ってこられなかったので幸いです。あはは、そうな。マキ8888さん、風邪ひいてますね。もう具合悪い人多いもんね、ほんと今。リョクマットペーターさん、絵文字使わないから怒ってるように見れるだけです。絵文字使わんけあれやんな、ほんとマジでな。普段キパパッと日本国旗、クズレーシング日本国旗さん、鹿児島かなりインフルエンザ流行ってます。
ああ、そうやろ。ちゅうかね、普段さ、みんなのコメントで、わらとか、草とか、わらとかで慣れておけ。あれがなかったら、ほんとなんか、どういうこと？ってなるよね。普段あれで慣れておけね、もう。みんなのコメントにしても、LINE にしても、何にしても。梅オスロッテンマイヤーさん、なんで横になっとん？疲れた。疲れた。もうほんと疲れたよ、お前じゃ。あのね、そうそう。実はね、お前ちゃん。実はね、俺ね。大変なんマや、ジ今。8888さん、昨日から荷箱ちょい使ってます。小箱機種。うわー、大変やな。みんなも鼻んとこ真っ赤っかやスな。ロッテンマイヤーさん、ヒロさん、兵庫ん？も流行ってます。TT、マキさん、早く治るといいですね。ねえ、ほんと。いや、俺実はね、あさってね、MRI 取り行くと。MRI。MRI。実は。今俺体が大変なことなっちゃう。体が。梅オスロッテンマイヤーさん、どこが悪いの？頸椎がずれちゃう。頸椎がずれて、両力パパと日本国旗、クズレーシング日本国旗、3、MRI、マキ8888さん、ありがとうございます。星、鼻の下がやばい、どうしたの？いや、俺よりも、マキちゃんの方があれやん。いや、MRI、だけどね、頸椎がずれて、多分神経を触っよくワットて、ペーターさん、リンさん、俺は姉が変われと言ったから変わっただけなんです。梅スロッああ。テンマイヤーさん、やばいやん、事故のせい。そうハートそトラック、う、うん。青いハートさん、ただいま。ああ、母ちゃんお帰り、いらっしゃい。お帰りなさい、母ちゃん。母ちゃんお帰り。寒かったろ？変われと言ってから変わっただけなんです。いやいや、梅もう。オスロッテンマイヤーさん、手のしびれも。そう、手のしびれも。カーットトラック、青いハートさん、めっちゃ寒いわ。寒いやろ。手ずっとこうしびれちゃうんよ、ここは。ずーっと。ピンクローターが入っちゃうみたいな。この中に。ずーっと。感覚ない。人差し指。んで、二の腕とここがむちゃくちゃ痛両く力なパるんよ。パと日本国旗、クズレーシング日本国旗さん、リンケイちゃん、それ大事やないですか。だけどね、こういう体勢取ったりしたら、もうあれや、トラック寝ちょって痛いで目が覚めるんやけ。痛くなってから、もう腕がもぎられようみたいになる。相当痛い。首もこれ以上上がらんし、横に曲がらんし。事故やね。だけ、梅オスロッテンマイヤーさん、なんで黙ってたんや、こらがいかり。よくマットペーターさん、リンさん、またねって、妹の笑顔なら帰ります。ゆいちゃん、またね。ゆいちゃん、遊び来てね。ゆいちゃん、バイバイギーン。ちゅうか、ほんと、女に甘いな。いや、なんで黙ってたんやっちゃ。いや、俺、ずーっと痛かったんよ。首から肩が痛かったんや、ずーっと。もう、当初から。だけ俺、よう、冗談で言おうやん。ずっと詐欺しようって言おうけど、ずっと治ってないんよ。当初からずっと左の首と肩と痛かったんや、ずっと。ほんなら、それが、今、なんか、どん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 、なんか、よ先くマッの。トペーターさん、ちなみに似てないからですね。ああ、了解。それが、どん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 伸びてって、なんかマキね、8888さん、なら身体休めて。いや、だっけ、違う。ほんでね、こうやってから今度は、なんちゅう、こうするやん。ほんだらもう痛いたまらんくなるよ。だけど一番いい体勢が、右側を下にしてこうしておく体勢が一番いいんかオな。スロッテンマイヤーさん、だから病院行きんさいって言ってたやん。手のしびれ最近ひどいって行ったとき。ああ、まあな。いや、だけ、病院ずーっとほら、だけ、そこでしてもらいよったんよ。両力パパと日本国旗、クズレーシング日本国旗さん、それ血ですよ。リンケイちゃん、放置してたパトーンですよね。違う、放置してない。俺さ、4月からずーっと病院行きやもん。ほとんど毎日病院行きやもん。で、
向こうの人たちが、あ、頸椎がずれておちゅう、ほんなら頸椎直してよって言ったら直せんらしい。要は筋肉がガチガチにありすぎてガチガチになっちゃう、指が入らんし。で、まあ今だ肩甲骨の奥が相当痛いんよ。多分あれこれ肩こりから来とうちゅうもんやけどね。肩こりから肩甲骨の奥が一番絶対痛いんよ、左側の。多分肩こりから全部筋肉とあれが来とうちゅうもんよ。ガチガチやもん俺肩すごいよ、ほんと。包丁はしてない、包丁は毎日行きよ毎日行きよ行きよ。両力パパアット日本国旗、クズレーシング日本国旗さん、よかった胸をスロッテンマイヤーさん、うん、なら悪かったら手術。どう、知らん知らん知らん。だけどね、なんかうちの会社の人が言うにはそれっちヘルニアやろっち言うんよね。要は頸椎があれして神経をなんか触って悪さしようの、それっちヘルニアやんちゅうで、俺はもうヘルニアっちゅう言葉自体も何も知らんかったんやけどさ。だけどまあ手術で治るんやったら手術したいよ俺。ほんと首回らんしさ、左手でこうで治るんやったらね、手術したいよね。もう左手こうハンドルも回せんような状態やけさ。いやまあ分からんよ、そのあさってトラック青いハート3、手術成功するって限らんし、雫。ああそうなった。なんかね、何言うとした俺、何言うとしたっけ。何言うとした俺今。カーアットトラック青いハート3、失敗して不随なる人もいてるって。リョクマットペーターさん、結構重症ですよ。どん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 痛あれしようもんね、ほんと。まあなるようにしかならんけどね、ほんと。なるようにしかならん、これはね。はあ、しょうがない。カーアットトラック青いハート3、運動した筋肉。ん、運動した筋肉、どういうこと。運動した筋肉とは、ん、運動した筋肉ってどういうこと、母ちゃん。それとあれあれ、結局ね、運転よ。カーアットトラック青いハート3、筋肉が熱いって言うから。ああまあまあそんなんもある、そんなんも。もうんでガチガチなんよ。で母ちゃんも分かるやろうけど、俺たちの場合ほら荷物触るわけでもなく一日中この姿勢やろ。一日中もう背中からなんかガチガチなのよ、ほんと。まあだけど職業病やなこれっち。ね、職業病やな、ほんと。カーアットトラック青いハート3、わしも飲み薬飲まないとダメなくらい肩こり。そうやろ、でも痛いやろ。もう押すとかやないで触っただけで痛いやろ。触っただけ、俺もそうなんよ。まあ、リョクマットペーターさん、振動も影響あると思います。カーアットトラック青いハート3、毎日両腕常に痺れて痛い。あー結局な、多分母ちゃんのそれ肩こりから出来ちゃうかもしれんのね。で、俺分からんじゃね、その事故のあれもあるし、あと五十肩っちのもあれやろ。もう五十肩来てもおかしくねえやろ。今年48やけ。五十肩もあるし、その運転の姿勢よね。じーっとこうやっと、それもあるよね。
だけど一概に事故が全てとは言えんけど、まあだけあさって MRI に行って、それからやね、どうなっとるか。まあ手術とかそこまで行くんかな。でも治るんであれば俺手術してほしいけど、でも神経やれっていうのは怖いよね、ほんと。ね、カートトラック、青いハートさん、上手に付き合っていくしかないよね。まあね、確かにね。そうそうそう、もう しょうがないもんね。これが俺の仕事やし、これを選んだのも俺やし。リョブマットペーターさん、首は痛くないですか？首痛いよ、痛い痛い、首も痛い。だけどもうこうやったら左側が痛いでたまらんもん。首がこう 上向かんし。これはもうずっとよ、ほんとあののほほんと俺あの なんちゅう毎日毎日詐欺しようみたいやったけど、もう4月からずっとやもんね。ただそれがここ最近ちょっとひどくなってきたかなっちゅう感じ。ここまたミーやモンハン枠取り直した。はい、帰っちゃれ、りょっくん。みやん、寂しいんだ、お前、ゲームばっかりしてから。ヒロさん、肩こりって病院でお薬出るんですか？湿布くらい？いや、薬もある、薬も。痛み止めと筋肉のなんかあれを緩和するやつと、あと、しびれを抹消のあんな。首の神経は一番大事やっけんですね。まあ、確かにな。青いハートさん、のみ、薬いいよ。それは効かんのよ。効かんのよ。ほんでね、あの梅ちゃん、俺が胃が痛い胃が痛いずっと言ったやん、あれ分かった、なんでか。痛み止めをずっと飲みよけよ俺、あれで胃が痛いんや。あ、なんかね、何やったかね、あの頭が痛い時でハートトラック青いハートさん、痛み止めダメやわ。何やったかね、ほら、なんかね、あの薬、ヒロさん、胃が荒れてるの？だけ多分胃が荒れとんと思う。だけちょっとした夢をスロッテンマイヤーさん、胃薬と痛み止め一緒に飲まなきゃ。そうそうそう、だけシンさん、バファリン、いやバファリンやないで。ヨットペーターさん、ミーアンチクシノで平和にゲーム、俺は実家で恐怖体験。夢をスロッテンマイヤーさん、ボルタレン、いやボルタレンの方やないで、もう一つあるやん、ボルタレンやないで、バファリンでもない、ボルタレン。ロキソニンかな。ああ、そうそうそう、ロキソニン、ロキソニン、あれロキソニン、トラック青いハートさん、ロキソニン、そうそうロキソニン、あれだけ飲んでマイヤーさん、ロキソニン、そうそうロキソニン、あれだけ飲んだらいけんらしいね、ロキソニンだけ飲んだら。だけど胃薬みたいのも一緒に飲みよんよ、飲みよんやけど、それに加えて俺がああいうほら食生活やん、だけ胃が痛い胃が痛いじゃない、胃が痛くなるんよ。カートトラック青いハートさん、当てた3人にプレゼントして、うんまちょっとちびは相当喜ぶか、あれ、うんまヒロさん、カートトラック青いハートさん、それいらんし、ブル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 、あのちびはあれ相当喜ぶわ、俺がうんまちしたらキョロ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 笑うが、あれかわいいな、あれチビはほんとケロケロ笑うもんな。ショートトラック青いハートさん、ぬいぐるみか思ってるんやろな、多分そうやろな。ショーをインとすればなんとやらっちゅうてね、ね、ショーをインとすればなんとやら、まずチビはを手なずけろ。ぬいぐるみと思われても何と思われてもいいわ、ちびわをまず手なずけよう。リョブマットペーターさん、妹がリンさんの枠見つけた時が怖い。なんで？いいやん、おいでおいでっち。
暮らせんよ、暮らせんよ。妹には妹の世界があるんやし。わからんの、あの妹ボソッと言った。兄ちゃん、兄ちゃんはどこでもいじられようんやね。姉ちゃんいたらまたやられる。に兄ちゃんはどこでもいじられよんですね。ニヤッチしとったよ。嬉しそうやったよ。だけど俺んとこで兄ちゃんがいじられとんのが分かっちゃうけ、それを見てクククククとかしようかもしれんね。録画しとっちゃろ、録画残そう。りょくんいじった回は録画残して見せろ。ねえ、この人だったら首が痛いやな。もうりょくマットペーターさん、悔しいけど勝てない。いやまあ俺は君のとハートトラック、青いハートさん、正解とかはだけね。その俺が今日整形外科、そのあれしてくるよ、整体のあれしよう、毎日しようよ、毎回行って電気してなんかここにぐる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 してから、それずっとしようよ。それでも治らんの。不思議やろ。もうほんと去年の3月30日にやったんか。で、31日から、4月1日から行き出したんやけどね。もう何ヶ月 ?4、5、6、7、8、9、10、11、12、1。今月でもう10ヶ月ばい。来月11ヶ月目よ。来月は。11ヶ月ばい。まさかここまでになると思わなかったもん。まあ確かにそうやな。それはもう俺も自覚しと、ほんと。やっぱ若い頃って違うよね。ほんと結局若い頃っていうのは、あれやんな、ある程度の、あれだっても筋肉で、ほら、鎧されちゃうやろ。今もその筋肉が硬くなっとるけね。硬くなっちゃうけもうどうもならん状態やんね、今。ほんでさ、梅をスロッテンマイユアさん、ゆっくり行こう。うん、そうやな。なんちゅん、やっぱね、よくマットペーターさん、リモート看護学校なので原因わからないかな。いや、いい、大丈夫。看護学校なん。ああ、看護師さんになるった。もう北九州で看護師さんになればいいのに。ね。あれやんな。何言うとしたんけ。そう。だけど、もうね、しょうがないんよ。ほんでね、結構ね、やっぱね、仕事。これが一番あるやろな、やっぱ。運転中のはね、俺、落売とは言いようけど、やっぱ一日中車に乗っとうのちかなり疲れる。ほんとカーットトラック青いハートさん、運転しんどいよな。しんどいな、やっぱ。もうほんと一日集中か。カーットトラック青いハートさん、神経も使うし。まあ確かにな、神経も使うもんな。ほんともうだけど福岡とか、いや、きついですよ。ね、十何時間ずっとほとんど連続運転やんな。十何時間運転して、でそれに見合うだけ睡眠取るよかっちゃ、睡眠はそんなん取りよらんやん、やっぱね。ヒロさん、適度にもうちょっと休憩取ってください。うん、ありがとうヒロちゃん。そやな。カーットトラック青いハートさん、そこで話しながら運転してるリンさん、整理は長電話して運転しただけでぐったりするもん。ああ確かにな。40分くらいの運転なら楽しいけど、運転が仕事になるって想像するとかなりきつい。 W よくマットペーターさん、睡眠も影響あるかもですね。いやほんとね、長生きせんとも、ほんとこういう生活はやっぱ体、なんか誰か言ったね、長生きせんよっち。
ずっとこういうのを続けよったら、やっぱ。まあ、ほんと。カラットトラック、青いファート、3、運転手早死によ。な、早死にが多いよな、運転手は。やっぱそんだけ、ほら、人が寝とう時間起きて、運転しとうわけやけ。ね、人より、ね、人以上に、ほら、時間を使いようわけやん。睡眠時間を使って、その生活に当てとわけってわけ。カーアットトラック、青いファート、3、一気に起きたり、一気に脳を動かすから。そうそう、そう、そうなんよ。そうなんよ。もう、だけど一番辛いのがあれよね。朝つけて、ちょっと1時間仮眠して、パッチを。カーアットトラック、青いファート、3、血圧や倍のわかるもんね。ね。パッチ起きて、もうそのまま、向こうからさ、あ、運転手さん降ろすよとか言われたりしたら、もう、たまらんもんね。頭もうちょなっとうの、こらえて、バーッと上上がって、シート剥いで、はぁはぁはぁ言いながら、バーッつけて、バーッと降ろしたりするのね。きついね、ほんと。まあでも、それはね、でもほんと、しょうがないよね。そういう仕事を選んだ、あれが、ね、自分がいけんねんし。と僕は思います。まあ今更もうどうもならんしな、このこれ今更仕事を変えるわけにもいかんし。カーアットトラック、青いファート、さん、そう仕方ない。キャビン中で降りてこないと思ったらなくなってたってただよ。まあまあ確かにな。だけどもうもう俺も今までのような運転やないで、ちょっとこう、ちょっとは休憩取りながら運転せないけんちゅことよね。いつまでも若くないんやけ。そういうことよ。まあ梅オスロッテンマイヤーさん、せっかちのいかんじょやで W。 そう俺ほんとせっかちやん。青いファートさん、わしもご飯も食べない、休憩しない、ノンストップ運転手だからやばいよ。よくアットペーターさん、頭は起きてるけど身体が寝てるから動かない時があります。まあ確かにな、そうやな。もうノンストップノンストップで何もかもしょつるけ、よくないよな、やっぱ。というふうに、弱音を吐いちゃってもどうもならんよな、やっぱ。カーアットトラック、青いファート、さん、わしも、ちょうだいせっかちのいらち。そうそう、だけどね、こればっかりはね、もう、なんだかんだ言うたっちゃ、もう、しょうがないけんね。頑張っていかない、しょうがない。梅オスロッテンマイユアさん、母さんも気をつけてね。そうやな、うんと、みんな気をつけろ。マットペーターさん、でも早く帰りたいから休憩したくないですもんね。まあ確かにな、それはあるな。カーアットトラック、青いファート、さん、そうそう、なんだかんだ言うて好きな仕事だし。まあね。さあ、赤になった。ちょっと一旦閉めようかね。カーアットトラック、青いファート、さん、トイレも行かないよ。この前は12時間行かなくて気持ち悪くなってた。ショー、緑マットペーターさん、牛のために早起きも辛いです。シンさん、皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。ちょっと待って、あと1分ない。ちょっと待ってね。